本当は構ってほしいけど、果たしてお役に立てようか。夜のしじまに出会った我ら、おそばにそっとで結構です。福島信弘のどうぞお構いなく。起きてますかね。始まりましたよね、だいぶ遅くなりましたけれども、福島信弘のどうぞお構いなくの時間でございます。今日は生放送ということで大変楽しみにしておりましたね、楽しみにしていたんですけれども、楽しみな時間が長かったですね、何時間もしました、1時間半ぐらい、1時間20分ぐらいですか、だいぶ野球が盛り上がったみたいですね、まあ、結果的に阪神が勝ったということでね、よしとするというような寛容な心は持ち合わせておりませんのでね、どれだけ伸びてんだよこの野郎という、ね、気持ちでおりますけれどもね、今日は、枠を少し短くいたしまして放送することになりました。大変申し訳ありません、時間で言いますと54分までということですので、短い時間ではございますが、どうぞお付き合いください。さあ今日は先ほども申し上げましたが、進行表のない生放送でお送りいたします。皆さんね、からのメッセージが来たら嬉しいなとは思ってはいるところもあるんですけど、まあ、無理は言いませんわ、もうそんなね、そんな、まあまあしょうがないです。私もね、もうそこまでの無理は言いたかないです。はい、もう眠い人どうぞもう寝てください、もう大丈夫です。本当にラジオのスイッチだけ切るの忘れないようにしていただいてね、電気代もったいないですから、もう好きにやらせていただきますんで、どうぞお構いなくということでございますが、皆さんからのメッセージお待ちしています。まあ、番組へのご意見ももちろんですが、どうぞお構いなくと思っていること、こちらを送ってください。もう時間ないですよ、あと30分ぐらいでね、もうあの番組終わりますんでね、早めに送ってください、急いでくださいよ。宛先言っておきましょうか、メールは fuku@mbs1179.com、 ファックスは大阪 06-6809-9090 までお送りください。たくさんのメッセージをお待ちしております。まあ、お便りくださった方にはですね、番組オリジナルのおかまちゃんポストカード、飯炊き釜のキャラクターですが、こちらをお送りしています。そしてもう今日はですね、この時間まで起きてくれていた方ということだけでですね、まあ、メッセージを読んだ方にはもうキーホルダーを差し上げましょうね。もうそれだけ、もう今日聞いてるっていうだけでも、これはもう本当にすごいことですから、もうメッセージを読んだ方、ちゃんとキーホルダーをお送りしますので、受け取ってください。それではですね、生放送の時には必ずやっている常連の方のお名前をお呼びいたしましょう。それでは皆さん出席取っていきますよ。いつもお便りファックスメールありがとうございます。ミッシーさん、円和樹さん、寿司カレーさん、野田藤子さん、宮古寺海賊さん、ゆうこりんさん、ナイトゴロさん、帯久さん、なにわファイターズさん、豊田佳代子さん、すみのりさん、マリーアンコロモチさん、松山ゆり子さん、茶屋町ペイさん、ツッキーさん、まこやんさん、のんきなじじさん、通勤特急河原町ゆきさん、ネオンテトラさん、レイコさん、もみじまんじゅうさん、迷子のことらちゃんさん、なべぶたさん、のりさん、崩れそうの管理人さん、悩めるおっさんさん、それでもメタボさん、ラジオ部屋の怪人さん、たまちゃんさん、キムチの達人さん、以上の皆様を番組では常連の方と認定しております。ので、聞いている方何か反応してください、お願いします。さあ、今日はですね、まあ、メッセージをくださった方の中からですね、まあ、電話してもいいよという方は、もし電話をつなぐことができたら嬉しいなというふうに思っています。まあ、ただ遅い時間ですのでね、なかなか難しいかもしれませんが、本当に今やることがないよと、すごく暇なんですという方ですね、電話番号も書いてください。そしたらですね、この電話番号に、電話しますんで、こっちからね、ね、電話 しましょうね。一人で喋ってたらなんか眠くなりそうでね、私もちょっと怖いです。朝から仕事してますからね、今日もね、十分働いておりますけれどもね、まだまだ働きますよ。今日はですね、私の上司であります加藤アナウンサーが泊まり勤務をしていますので、先輩まだまだ働くんだ、偉いなという、そういう気持ちもありますんでね、そういう意味ではこんな弱音ばかりを吐いていてはいけないなという、そういう自戒の念もあります。まあ、皆さんお付き合いいただけたら嬉しいと思います。で、ですね、あれもあります。575
ね、真夜中の五七五もございます。今回のテーマはおしまいですね。このおしまいの4文字が入りました五七五をですね、お送りいただいています。番組の後半でご紹介いたします。たくさんのメッセージ作品の中からですね、私福島がこれはいいなと思った方にお金5000円をプレゼントいたします。この番組の放送中に送ってきた方の中からも選ばれるかもしれませんので、ぜひともですね送っていただきたいですね。メッセージがですねこの生放送に向けて届いています。ラジオネーム円和月さんから来ているんですが、深夜の放送に変わってからは睡魔に襲われてどうぞお構いなく状態になっています。お許しくださいということでございますが、去年ならば桜が開花していましたが今年はつぼみも固く開花が待ち遠しい昨今ですということですけれども、昨日でしたかね、木曜日大阪でも開花を確認したということで、ちらほらと桜の花、私も今日通勤の時に歩いて会社まで来たんですが花が咲いていましたね。ただまたこういう時に限って雨が降るんですね。花を散らす雨がね降っていまして、また今年もお花見がなかなか難しいのかななんて思ったりもしているんですが、昨夜のですからちょっと前ですね、昨夜の笑い飯哲夫の明るく楽しいニュースシャワーのゲストが読売テレビの森武さんでした。お話の中で福島さんのことをいい意味で要注意人物とおっしゃっていました。しっかりしていて、おしゃべりがおっさんみたいに落ち着いていて、とぼけた味があり、私にとってのライバルですとのことでした。番組をお聞きになっていましたか、ベタ褒めでしたよということなんですが、聞いてました。これ私は聞いていてですね、まさに放送中に聞いて、その後、タイムフリーでも聞いて、タイムフリーでこの話をしている部分を3回ぐらい聞いて、会社について、会社にある過去の録音を聞くそういうシステムで2回は聞いて、嬉しいなと思いましたね。やっぱり人に褒められるというのは、しかも大先輩ですからね、森武さんと言いますと本当に、もうベテランと言っていいと思うんですけど、その方がライバルと言ってくださったのは本当に嬉しかったですね。これただですね、悲しいのは笑い飯哲夫さん、私あまりご一緒したことなくて多分認識してないんですね、私のことで。斉藤幸乃さんというアシスタントの方、この方も私は会ったことがないのであまりよく知らない。だから森武さんが私の名前を出してもほとんど反応がなくて、なんかあーっと思ってね、もう行くのに別にそこにっていうね、せっかく言ってくれてるのにっていう、そういうことがありました。円和月さんわざわざ報告してくださいまして、ありがとうございます。大変助かります。それではキーホルダーをお送りします。あ、えらい、常連の皆さんからどんどんね聞いているというメッセージ素晴らしいですね。寿司カレーさん、もうあんたは偉い本当に、よく毎回素晴らしいですね。欠席届でした。翌朝5時より仕事なので今夜はせっかくの生放送の日ですが欠席させていただきますということでした。あんたは偉いを撤回させていただきます。それからマリーアンコロモチさんからも来ています。ナイターシーズン突入で帝国にスタートできなくなりましたね。美容に大敵の寝不足になりそうですが、女性の方ですね、できるだけ出席しますということです。いやー、ありがとうございますね。もうありがたいですね、本当に聞いてくださってるんですね。今これさっき来たということでしょう。それからウポウポさん、この方も東京でいつもね聞いてくださってるんですよね。遅くまでの仕事お疲れ様です。ネットで MBS ラジオの番組表を見て愕然としました。私もです。1時間20分遅れの放送で、しかも35分の短縮放送とは。野球好きの方には申し訳ないのですが、私は子供の頃から野球中継でレギュラー番組の放送に影響が出ることに怒りを覚えていました。これは激しく同意できますね。ラジオではなくテレビの話になってしまいますが、昔は今と違って地上波での野球中継が頻繁に行われ、レギュラー放送の休止や放送時間の遅延が日常茶飯事でした。しかも当時はハードディスクではなく VHS のビデオ録画だったので、特に深夜放送で録画し損ねることがたびたびありましたと。ああ、よくありますね。できれば参加したいという思いで今夜も最後まで放送を聞きますということです。ありがたいですね。そうでしたね。 VHS の時は何時から何時の録音という 録画かという設定にして、やらなくちゃいけなくて、 G コードでねやってもね、こう結局ずれたりして、本当に私はもう野球大嫌いになったことがありますね。今ではそんなことはないんですけどね。本当に野球も大事なコンテンツだと思いますのでね。
素晴らしいメッセージが来ておりますけれどもね。それからですね、あ、ボトムズ大好きさん、50歳の男性の方から来ています。野球延長大変ですね、お疲れ様ですということです。生放送楽しみにしています。夜更かしイエローさん、番組卒業ですね、お疲れ様でした。今日はエイプリルフールなので、夜更かしイエローさんに番組卒業を打診してみるのも面白いかもしれない。あ、なるほどね、いいですね、いいかもしれません。反応が知りたいです、よろしくお願いしますということですね。メール送っていただきました、ありがとう。なるほど、今日エイプリルフールか。ね、野球の延長だと話を聞いたときは私は嘘だと思いたいと思ったところもありますけどね。あ、電話がつながる、素晴らしいですね。ですね、山崎さんという方、お店をやってらっしゃる、日本料理店をやってらっしゃる方ですが、タイムフリー開始以来この番組を偶然見つけ、極力リアルタイムで聞けるときは拝聴しています。姫路市の方ですね。チチンプイプイでデビューした時からただものではないアナウンサーだなと思って見ています。私は何だと思ってる方が多いのかな。東方は日本料理店を営んでおりまして、朝から深夜まで働いておりますので、おそらくオンエアをしている頃はパートさんの給料の計算をしていると思うので、もしかしたらおしゃべりできればいいかなと思っていますということです。あ、お電話つながりましたでしょうか。あ、では山崎さん、こんばんは。こんばんは、どうも。あ、どうも、わざわざありがとうございます。ちょっと緊張してますけど。いやいや、そんな、ね、44歳という。そうなんです、ちょっとお若いですね、はい、おそらくこの番組のリスナーさんの中では。あ、そうなんですか。はい、いや、まあ、僕も去年タイムフリーが始まってから、はい、聞き始めて、あ、それまではずっと他局、中之島の方の曲ずっと聞いてたんですけど。そうですか。それからタイムフリーになってざーっと探してたら、福島さんがラジオやってるなと思って、はいはいはい、これは聞かなあかん。あ、そうですか、はいはい、いつもリアルタイムで聞いてくださってるんですか。聞けるときは聞いてます。営業時間外とかに聞いてない番組とかをタイムフリーで聞くようにしているようにしてるんです。あ、じゃあ結構いろいろ、まあ、普通飲食店をやってらっしゃる方って仕込みの時間なんかに、はいはい、よくね、オンタイムで聞く方っていうのは結構いらっしゃると思うんですけど、まあ、営業時間中は聞けないんですけど、時間外はね、結構、聞ける時間があるんで、はい、タイムフリーとかいろいろ使って最近はよく聞かせていただいてます。そうですか、はい、特によく聞いている番組、先ほど気を使って中之島と言ってくださったんですがこの番組ではですね、特にそういう垣根を設けないという方針でやっておりますので、放送局名、それから番組のタイトル、出演者の名前、好きなアシスタントとかね、いろいろ含めて教えてほしいんですけど、どんな番組聞いてらっしゃるんですか普段。もうほとんど、まあ、局行ったら ABC ばっかり聞いてるんですけど。あ、私もでも最近ね、結構 ABC 党なんですよ。次局の番組もちろん聞かなきゃいけないんですけど。そうですね、どの辺聞いてらっしゃるんですか。そうですね、まあ、道場さんもう朝7時頃にはもう起きてますんで。道場さん聞いて、それで宮沢さん聞いて、宮沢さん聞いて、それで午後から武田若狭さん聞いて。ああ、ピタッと、あれちょっと間抜けますね。あ、それはもう営業中です。営業中だからか。ああ、なるほど。まあ、2時以降聞けるのは聞いてますけど、桑原翔平さんとか、ああ、水山ですかね。水山で、と聞いてますし。なるほど、はい、MBS はあまり聞かれない。いや、昔からそれいけメッセンジャーずっと聞けるときは聞いてたんですよ。そうですか。相原さんのおしゃべりあしょうもないことを言うずっと言ってるかなと思いながら、その中でちょっと芯の通ったことをおっしゃることあるでしょ。はい、それが結構好きなんですわ。そうですか。まあ掛け合いも軽妙って言ったらいいのか分かりませんけど、ずっと漫才聞いてるような感覚ですもんね。そう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 。ね、アシスタントの方との絡み方とかもね。それでこの間、今週終わってしまったんですけど、夜はこれからですね。はい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 、すごく楽しく聞かせていただいてました。あ、そうですか。またぜひね、上泉雄一のエーナーという番組もありますんで、ピタッとも面白いんですけど、私もちょこちょこ出てますんで、またよかったら木曜日を中心に聞いてほしいなと。いろいろこのタイムフリーっていうの便利な機能があるんで、いろいろ聞くようには
なるべくしてるんですけど、まあ、いろいろ聞けるように努力します。ありがとうございます。今はあれですか、お給料の計算をしてらっしゃるんですか？いや、もうそれは終わりました、はい。じゃあもう今単純に、そうですね、もう日曜日が定休日なんですけど、はい、休みがやもう仕事場で寝泊まりしてますんで。はい、あ、そうなんですか。はいはい、はい、じゃあご自宅とちょっと離れているんですかね。そうですね、40分ぐらい車でかかるんで、結局通勤をしてしまうと睡眠時間が少なくなってしまうんで。あ、そうですか。はいはい。独身ですか？いえ、娘2人います。小学校1年生と、今度2年生になるから、それと、次4年生になる娘がいます。プチ単身赴任ですね。そうですね、まあ、もうそうですね、何年になるんかな。奥さんだとか娘さんとかお子さんは会いたいとか言いませんか？いえ、女房はもうずっと毎日、こっち通勤して一緒に仕事してます。ああ、なるほどなるほど、はいはいはい。あ、そうですか。じゃあお子さんとあんまりこう交わす時間がない。そうですね、週に1回ぐらい、今日日曜日ですね。へえ。なるべく家族サービスはするようにしてます。お父さんとしては寂しくありませんか？まあそうなんですけど、まあどちらかといえば、まあ、仕事優先にはなってしまいません。子供には申し訳ないんですけど、どちらかといえば。 そうですか。いや、でも姫路、頑張って一軒家の店自分で買ってしまったんで。あ、それはいろいろあれですね、しょい込んじゃいましたね。しょい込んでる本がたくさんあります。そうですね、はい。お店の宣伝しなくていいですか？いや、いいです、いいです。そんな、本当ですか？もう初めからこの店開店してから1年数ヶ月になるんですけど、初めから広告とか一切打たないで、もう今口コミっていうか、皆さん料理食べられてから写真撮って、はい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 、SNS で広げられてる。ああ、そういうので。そうなんですか。初めからそういうのでやってみようと思って。へえ。だから結局は口コミで広がっていって、もう今でしたら、まあ、昼はもう大体満席になりますんで。そうなんですか。じゃあもう結構繁盛してらっしゃるんですね。うん、ですんでね、パートさんも雇ってしないと間に合わないんで。 あら、まあそうですか。今までずっと10年ほど別の場所で一人でしてたんですけど。へえ。一人で、嫁さんと二人だけで。前はどこだったんですか？でも、まあ、これからね、店大きいしよう思ったら、はい、人も雇って頑張っていかないとしゃあないんで。前はどこでやってらっしゃったんですか？まあ、同じ市内ではやってた。そうですか、はい。まあ、姫路市ですからね、もう我々もね、できればこう何ですか、忘年会とか新年会とかで使いたいなと思ったんですけど姫路市まで行くのなかなか、これなかなかこれちょっと慰安旅行のクラスだなっていう感じしてるんですけどね。いや、本当に夜中までお店やってらっしゃるんですね。いえ、違います。晩の夜の9時までなんですけど。ああ、そうですか。飲食業って営業時間中にしてることなんて、仕事の本当の一部分なんですよ。ああ、そうですか。結局料理をなりわいてして、ダリアイとしている僕らは結局仕込みをする部分がほとんどなんで。お店閉めてからもされるんですね。そうですね、結局、はい、そちらの方の時間の方が長いです。へえ。あ、もう私たちはやっぱり全然知らないですね、そう思うと。だから見えない部分で多分どの料理人さんも努力はしてらっしゃると思います。へえ。じゃあもう今も仕込みいろいろ終わって。そうですね、お風呂入って今パジャマに着替えたとこです。何仕込んだんですか？いや、まあ、次の日のランチの用意をしないといけないんで、はい、具体的に言うとこうお料理名で言うと、うん、大きい30センチほどのお盆に15、6種類ほど小さい器にたくさん、お惣菜を入れた。なるほど、はいはい。まあ、いわゆる小鉢というか。そうそうです。ああ、それ大変ですね。それをあらかじめ器に詰めとかないといけない。なるほどなるほど。そうですか。それでこんな時間まで。そうですね。はあ、頭が下がりますね。いやいやいや、
やもう結局僕らお客さんに来てもらおうと思えばそれぐらいの努力は見えないところでしないといけないなとは思ってますんで、ね、なるほど。いや山崎さん本当ありがとうございます。ちょっとあれです、姫路に行った時は寄りますんで。姫路に行くことがあんまり私ないんですけど、行ったら寄るようにしますので、陰ながら応援してます。ありがとうございます。今日はちょっと一遍お話したいなと思って出させてもらった。いやいや、もう本当にお電話いただいてきただけでもサイレントリスナーなんですけど。サイレントリスナーがありがたいですよ。それはサイレントリスナーじゃない方が嬉しいですけど、もちろん。聞いてくださってありがとうございます。こちらこそありがとうございます。またぜひこの番組長らくご愛顧ください。はい、拝聴させていただきます。どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。失礼いたしました。はい、どうもすいません。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。まだ働きますよ私は。姫路市にお住まいの山崎さん、お電話をつなぎました。さあ、そろそろ別れの時間もだんだん近づいてきてはいるんですけど、ここで一応一曲おかけしましょうかね。私はですね MBS のテレビ番組で、チチンプイプイの中で可否物語というコーナーを担当していて、今日実はその最終回じゃないんですけど一旦お休みに入るという、まあ一つ節目の放送をお送りしたんですが、前回の放送かなの時にですね、かけたと言いますか、言った歌詞がですね、ちょっと面白い歌だったのでその音源が手に入りましたので今日おかけしようと思います。船木和夫さんがご自身で作詞作曲をしたロックンロールふるさとというね、歌を、おかけしようと思います。それではお聞きください。船木和夫さん、ロックンロールふるさとです。船木和夫さんの作詞作曲、船木和夫さんがご自身で歌われています、ロックンロールふるさとという歌をお聴きいただきました。非常に面白い歌ですね。独特の歌詞が印象的なんですが、素敵な歌なのでおかけしました。さあそれではですね、続いてはこちらのコーナーに参りましょう。真夜中の五七五。このお時間は皆さんから頂戴しました五七五ご紹介してまいります。今回のテーマはおしまい、おしまいです。泉大津市栗山翔一さんの作品、おしまいと言われてほしいもう一本、おしまいと言われてほしいもう一本かっこ酒と書いてありますね。こちらは川西市笠井勇さんの作品、あんたねそれを言っちゃおしまいよ、あんたねそれを言っちゃおしまいよ。松原氏悩めるおっさんさんの作品、おしまいと何度かくねん家具屋さん、おしまいと何度かくねん家具屋さん、店じまいセール確かによくありますね。大阪市平野区崩れそうの管理人さんの作品、おしまいねまたまた言われ罰になり、おしまいねまたまた言われ罰になり、個人的な作品です。東京都品川区帯久さんの作品、卒業と言い繕われおしまいに、卒業と言い繕われおしまいに、確かにこれ多いですね。続いてこちらは兵庫県加古川市オレンジさんの作品、おしまいに少しの涙また会おう、おしまいに少しの涙また会おう。さあたくさんの作品を頂戴しましたが、その中でお金5000円をお送りするのはこの方です。香川県は高松市にお住まいの2代目道之助さんの作品、おしまいに株と為替の動きです、おしまいに株と為替の動きです。言われてみれば五七五なんだなと、改めて気づかされました。こちらの作品を送ってくださいました2代目道之助さんにはお金5000円をお送りします。以上真夜中の五七五のコーナーでした。さあ真夜中の五七五のコーナー、今回のテーマおしまいだったんですが、実はですね、おしまいです本当に、来週からですね、真夜中の五七五のコーナーを、なくすことにいたしました。諸事情によりますこれは、なぜかと言いますと番組の放送時間が少しですね、ほんの少しだけ短くなるんですね。ですからあまりこう悠長なことをやってる場合じゃなくなってしまいましたので、まあそれまで5000円をねお送りしておりましたが、何かの形でですね皆さんにまあそういう、なんていうんですか、還元する
ていうの、金で釣る、そういうコーナーは何かの形でまあ設けようとは思いますので、何かの機会で設けようと思いますので、その時をまた待ってください。ご視聴今まで送ってくださった皆さんありがとうございました。さあ生放送ということでたくさんメッセージが来ていますが、もうすぐお別れの時間でございます、お時間いっぱいメッセージをご紹介してまいりましょう。18歳の女の子から来ております。オレンジさん、先日高校の部活動の同級生と卒業旅行に行ってきました。富士急ハイランドで思いっきり遊び、夜は語り明かしました。4月からは大学生、みんなそれぞれの未来に向かって旅立っていきます。おしまいにみんなで涙しながらまた絶対に会おうねと約束しました。寂しいけれど私も未来に向かって頑張ろうと思いますというね、18歳の方がこの番組を聞いてくださっている、ありがたいですね。大学生になってもぜひとも聞いてですね、ゼミで友達作ってですね、こういうラジオもあるんだよと広めてください。お願いいたします。キーホルダーをお送りします、初めてメールしますというゆかちんさん28歳の方、こちらも女性ですかね、今日はこんな時間なのでちゃんと聞かせてもらっていることをお伝えしようとメールをしました。いつも楽しみに聞いています。朝からご勤務ご苦労様です。最近肌荒れがすごいのですが、気長に流そうと思っています。誰が興味あんねんですが、どうぞお構いなくということです、キーホルダーをお送りいたします。ラジオネームうさぎさん、福島さん深夜までお疲れ様です。野球が始まり開始時間が遅れる時の待ち時間は何をされて、精液を養うのですかということですが、週刊誌を読んでいます。はい、それからですね、大阪府門真市の北さんからいただきました、北さんいつもねメッセージくれていますが、社会福祉士の試験を受けて合格したということですが、精神保健福祉士の試験は、受験しようか迷っていたら定員いっぱいで、受けることができませんでしたということです。またいつもの通り報告ありがとうございます、そして神戸市中央区チーズバーガーのチーズ抜きさん、今日初めてちゃんと起きた状態で聞いています。ありがたいですね。ソングタウンという番組を見てくださってるそうですが、そのテレビとはまた違う私の魅力をしっかり体感したいと思っているという、体感できてるんでしょうか。大変短い時間ですけどね。それからレモンティーさんもメールが初めてということです。火曜日以外朝の11時から4時まで週6日間のパートに出ているということです。毎週聞いていますということです。初めてのメッセージを送った方が大変多いのでできるだけお読みしました。もう少し丁寧に、反応したいんですけれども時間がないのですいません、それから常連の方からもたくさん来ています、ひまわりさん、花粉症で大変辛いそうです。頑張ってくださいね。私は全然関係ないです。そしてのりさんですね、あ、この春の人事異動で大阪に戻れることになりました。あ、そうですか。少し遅れて5月以降ということです、恋人との遠距離恋愛を無事乗り越えることができました。短かったかなですかね、よかったですね、おめでとうございます。そしてなにわファイターズさんは生で聞きたいところですがもう寝たということですので雑に扱います、ネオンテトラさんは、繰り下げになりましたが無事に解禁、ちゃんと聞いています。偉いですね。慣れっこです。素晴らしいですね、番組に対してのご意見ですがどうぞお構いなくのステッカーを作ってほしいなと思っています。なるほど、思いとしては昭和感のある三角形のペナントタイプのステッカーが理想と。なるほどね、本当のペナントだったら余計嬉しいです。ちょっとまあお金かかりそうですね、他にも鍋豚さん、寿司カレーさん、あ、起きた、うん、寿司カレーさん、あ、そうですか、ありがとうございます、それからじゅんじゅんさん、他にも大勢の方からいただいています。皆さんありがとうございますと言っている間にお別れの時間早いよ。本当にもう野球が押すにも程があると思っておりますけれど、真夜中の575はもう来週からないので、そこは諦めてください、来週から番組の放送時間が変わります。スタートは一緒なんですね。金曜深夜の1時10分からの放送ですが、50分番組です。あ、スタート時間が10分遅れるのか、深夜1時10分からの50分番組になります。10分減るんですが番組自体は続きます。続きますよ。これも細く長くが大事ですからね、少々の幕張はなんてことないですね、本当そうですよね、本当に本当にそういうことが大事ですからね、引き続きどうぞお構いなくということです。ただ野球で繰り下げの可能性があります。本当に我々も怖いです。で、公式インスタグラムもやっております。アカウントは、アルファベットでおかまい、
数字で79です。アットマークアルファベットでおかまい数字で79、フォローお願いいたします。じわじわと増えてきております。メッセージ募集しております。宛先はメールの方は fuku@mbs1179.com、 ファックスは大阪06-6809-9090までお送りください。番組へのご意見、お金5000円がもらえる極楽リクエスト、そしてもやっともお待ちしています。さて次回の放送なんですが、次回はですね、お出かけお構いなくでお送りいたします。今週の木曜日、開花宣言があったというお話もありましたが、お構いなくでお花見をしようというふうに思っています。花見だ、白畑先生に聞く花見とは何かという、ぼんやりしたタイトルでなんだかよく分かんないと思います。とにかく花見をやって専門家に花見の魅力を聞きます。しかしどうぞお構いなく。